皆さんこんにちは、リンクスのりょうです。本日はこちらびっくりドンキーから動画を撮影しております。なぜね突然びっくりドンキーで動画を撮っているかと言いますと、やはり最近外出制限が長かったために、家にいるとね自分自身と向き合う時間が多すぎて、どんどん気分が落ち込んでしまっていたんですよね。軽いうつ病みたいな感じになっちゃって、本当にこのままではまずいなと思ったので、今回はこちらのびっくりドンキーに来ております。混雑時にゲームや勉強などはお控えくださいという看板があったので、本当に人がいない時間に行って、少しね気分転換でご飯を食べて読書でもしようかなと思ってきました。本日持ってきたのがこの戦略図鑑っていう本ですね。これはちょっと軽く紹介したいと思います。まず最初にメロンソーダを注文しました。ファミレスには大体あるあのドリンクバーっていうのが置いてないみたいで、ドリンクは単品で注文する形式になっておりました。今回はメロンソーダを注文です。これがランチドリンクというメニューになっていて、1杯150円で飲むことができます。メロンソーダです。注文した食べ物が来るまで読書をして待つことにしました。今回2冊持ってきたんですよね。この2冊目がすぐやる思考法っていう本です。最近はやはり家にいる時間が長いので読書をする機会も増えました。もうねなんか面白くて本を読むのが大好きになっちゃいましたね。昔から本を読んでいればもっと面白い本に出会えたのかなって思うんですけど、それでも最近は1日1冊を読んでいますね。本屋さんに行く機会も増えて、面白いなと思った本を1冊本屋さんで買うようにしております。これは確か知らない人に1ヶ月10人以上会うっていうお話が書いてある場所でしたね。ビジネス書を読むとですね、本当に今までなんでこれをやってこなかったんだろう、これをやっておけば今もっと成長できていたのではないかっていう、そんな文言がたくさん書いてあるのがビジネス書になっております。この本をね読んでいると本当に自分を奮い立たせてくれるんですよね。1日1冊ビジネス書を読む、この生活を大学1年生から続けていれば本当に今の自分はもっと変われていたのではないかなと、このコロナ期間でだいぶ生活が変わりましたね。約3ヶ月間こんな同じような生活をしていて、旅行にも行けず本当に自分と向き合う時間が増えております。もしこの動画を現役の高校生や大学生が見てくれているのであれば、私の反省を生かしてぜひとも本を読む、そしていろいろな人と会って知識を学ぶ、そんなことをぜひしてほしいなと思います。そんなことをしているうちにお肉が届きました。これはチーズバーグステーキなんだっけな、そんな感じの名前のやつです。上にチーズが乗っていて、これはお肉 300g を注文しました。自粛は解除されていると言っても、まだ怖いので常にねマスクはつけています。食べる時以外はマスク着用という形で生活しています。いただきます。本当にね結構店員さんがうろうろしていて、これ三脚立てて撮影してるんですけど少し恥ずかしいです。メニューでカメラを隠して自分だけを写して他の方が映らないように撮影しております。こちらのびっくりドンキー、ナイフとフォークがなかったですね。お箸が一膳置いてあるだけだったので、こちらのお箸で食べることにしました。チーズバーグと大盛りのライスです。チーズはねやっぱり美味しいですね。何にかけても美味しい。本当にお腹を空かせてびっくりドンキーに行ったので、これは本当に美味しく感じました。もう肉とチーズの相性は抜群ですね。チーズ大好きです。この自粛期間で感じたことが一つありまして、やっぱり一人で食べる食事っていうのは楽しさと美味しさが半減するなぁとつくづく思っております。以前であればね友人たちと楽しくワイワイ食事をしていたんですけど、自粛期間でずっと一人の生活、もうご飯食べる時も無言なので、本当にねなんかこう自分と向き合う時間が増えてしまったなぁとつくづく思っております。一人で生活していると本当に人と接する時間が少なくてですね、人と接する時間といえば店員さんとお話しする時間、注文する時間とか、コンビニでお金を支払う時間、この YouTube で音声をアフレコで入れている時間、そのぐらいしか声を発する時間はありません。なので1日に換算すると本当に30分ぐらいしか喋ってないんじゃないかなって思います。なのでねコンビニとかで店員さんとかとこう急に話しかけられたりすると、声が細い声になってしまって、人見知りコミュ障みたいな話し方になってしまいます。
チーズバーグと大盛りライスを食べ終えて、再び考え事をする時間に突入しました。本当に一日に考え事をする時間が長い。びっくりドンキーにいると少しは気を紛らわせられるかなと思ったんですが、やはり考え事をしてしまいますね。人と話すって本当に大事だなと思います。まあ、それでもびっくりドンキー少し賑やかだったので、自分の部屋にいるよりかはまだマシです。沈黙の空間にいるとさらに気分が落ち込んでしまいます。お肉とご飯を食べ終えたので、メロンソーダを一気に飲み干していきます。まあ、ドリンクバーじゃないのでちょっともったいない感もあったんですけど、こうメロンソーダは自分のご褒美だと思って注文しました。久しぶりにこういうなんか甘い炭酸を飲むと本当に子供心に帰れる、そんな気持ちになりますね。はぁ、ということでごちそうさまでした。チーズバーグ 300g と大盛りご飯、そしてメロンソーダを完食いたしました。非常に美味しかったです。久しぶりのびっくりドンキーですね。食べ終えた後は再びマスクを着用して少し読書をして帰ろうかなと考えております。食べたらすぐ眠くなってしまうんですけど、まあ、それでもね、お店にいる間は寝たりとかは基本ないので、家に帰って寝るよりかはお店で少し読書をして時間を有効活用しようかなと思っております。こんな状況なのでテーブルの上をアルコール除菌シートで拭いて店員さんの代わりに掃除しておきます。そしてそれが終えた後は読書タイムに突入しました。読書タイムに突入します。今回は戦略図鑑をペラペラとめくっております。この戦略図鑑という本なんですけど、いろんな偉人の方、昔活躍していた方とか、まあ、現代にもいらっしゃいますね。トヨタ自動車の社長の方とか、そういった方々の発言とか知識、思考力っていうのをお借りして自分に転用させていく、そういう内容の本となっております。なので昔の人たちが戦とか経営戦略でもいいんですけど、そういったところでどんなことを活用して今成功しているのか、そういったことが書いてあります。ツイッターでは一度紹介したんですけど、ショールームの社長前田社長の書いたメモの魔力という本を読んでからはですね、前田社長が使っているノートを私も使うことにしておりまして、最近は本当にメモマになっております。このようにたくさん毎日メモを書いています。本を読むと今まで知らなかった情報であったり、本当に役に立つ情報がたくさん書いてあって、またテレビで言うとカンブリア宮殿であったりガイアの夜明け、そこら辺がですね、本当に起業をする方であったりとか知識がある人の発言がたくさん述べられているので本当に勉強になります。そのね、本やテレビの情報をひたすらメモすることによって今の自分の生活に転用する、そんなスタイルの生活を送っております。このメモをねするようになってから、自分が見えている世界が本当に広がったような気がして、一つ一つのものであったり店内のデザイン一つ一つに関しても全て疑問を抱くようになって、これがなぜ売れているのか、なぜ人気になっているのか、例えばタピオカですとか、まあ、たこ焼きでもそうですけれども、本当に何でも疑問を持つようになりました。なぜタピオカが女子高生の間で売れるようになったのか、なぜ関西でたこ焼きが売れるのか、そしてなぜ関西ではお好み焼きやたこ焼きが定番化しているのか、そういったところをどん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 掘り下げていくと本当に面白くなっていきます。面白いだけでなく自分の知識としてもどんどん蓄えられていきます。例えとして本を題材に挙げてみましょう。まず皆さんは本を本屋さんで何を見て手に取るでしょうか。私は考えたんですけど、まず数ある本の中で何を見るかといったら、最初は表紙のタイトル、ラベルの文章だと思います。これがまず第一印象に当たるんですよね。内容ではなくて表紙のタイトル、ラベルの文章、そしてデザインによってで人は本に引きつけられていきます。その後皆さんはどこを開きますかね。私だったらまず目次を開くと思います。目次を見て気になったページを開く。その開いたページの各章、だいたい最初に読者を引きつける文章があると思うんですよね。そこにまず目が行くと思います。まあ、これは皆さん今手元にある本を手に取っていただくとわかるかもしれないんですけど、目次を見て気になったページを開いた後、確実にその開いたページには各章の題材が太字の文章として書かれていると思います。これがまず第二インパクトですね。読者を引きつける文章がまずここにほぼ確実に書かれているはずなんですよね、ビジネス書っていうのは。そんな感じで何か一つを手に取って、どうしてこれが売れているのかとか、
どうしてこんなデザインなのかっていうのを一つ一つ自分で疑問を抱くことによって、自分の思考力、想像力、もしねそれがどうして売れているのか結果が分かれば、それが売れた理由として自分の何かに活かせる。例えば自分でデザインを考える時にも、そのデザインがこれが参考になったりとか、人を引きつけるデザインがこんなデザインになっているとか、本当にねいろんな世界が見えてくるので、こう一つ一つに疑問を持つことは本当におすすめできますね。約1ヶ月間ですが、1日1冊本を読むだけでだいぶ見える世界が変わってきました。なのでぜひ現役の大学生とかね、まあ、高校生もそうなんですけど、もし時間がある方はどんどんねこう自分の知識を増やすとか、自分のための勉強をしたらいいのではないかなと思います。